どうもこんにちは、太郎です。今日はハッピービーンズデーのガチャをやっていきたいと思います。ついに来ましたね、フロイド SS レア。こちらを狙って、100連分の石は用意できたはず。これでね、100連やっていきたいと思います。今までの僕はですね、このイベントガチャで SS レア天井まで引くも SS レア のそのピックアップが出たことがない男なので、なんとしても今回は SS レアのフロイドをゲットしたいなと思いまして、今までの私は物欲が多分ね、めちゃめちゃ出てた。もうバリバリに欲しいみたいな、その物欲を一旦取り払うために、一旦寝て、今寝起き5分後ぐらい今欲しい欲しい言ってるから、もう物欲出ちゃってるかもしれないですけど、100連行きたいと思います。これから行こうか。ちょっとね、単発のマジカルキーたまんないっすかそんな気がする。なんか消化したい。押せればめっちゃ合うよね。行こう。出たら撤退しようかな。まあ出ないと思うけど、出ないと思うけど精神大事だと思いませんか。出ると思ってなかったのに出ましたみたいな、よく聞くじゃん。そういうことなんですよね。これ SLS は出ないぞ、これ。大丈夫か。どんどん行きましょう。単発なのでね。1。おい、ちょっと待って。おい、ルーク。ルークまだか？ちょっと、結構ルーク欲しいんだよね。早くルーク欲しい。お前出るよな。おい、ルーク。俺らばっかりじゃねえか。今は温めてる、エンジン。またエレア。やばくない？まあでも最終エレア出たからな。10連でエレア1枚みたいな。まあ、よくあることよ。おぉ、レア。全く出る気配のない10連が持たない。この流れ引き続く。お！これは？足りぬ。あ、リドルくんですね。リドルくんちょっと嬉しいな。なんか目が覚めてきた今。リドルくん出て。行こう。どんどん行こう。14、15回目。さすがにね、なんだっけ？ちょっと待ってね。このさ、提供割合？これか。この SS レア、100連するまでに、100連するまでに SS レアが出る可能性は 60% あるらしいのね。ちょっと計算違ってたら申し訳ないけど。で、確か100連の時に 60% の確率で出るの。つまり、何%かちょっともうわからんが、100連もして、これか。60% よ。100連もして、対象の SS レアが出ないっていうのは、もう、めちゃめちゃレアなよ、逆に。なのに、2回も出ないっていう。今んとこ、偉業を成し遂げて、お！ルーク！さあ、吹奏劇の幕開けだ。私と遊んでくれるのは誰かな？はい！ちょっと、お茶飲むわ。嬉しい。やったー。どんどん行きましょう。なんつうか、豆のイベントさ、
復刻しますみたいななった時さ、早えよって思ったよね。思ったけど、こんなことがあるんだったらもう先に売ってよって感じ。まさかね、このガイデンっていうか、アナザーストーリーがまた見れるとは思いませんでしたね。初めてやったイベントストーリーなので、結構思い入れがあります。これさ、9回まで引いて、ちょっとやめとこうぜ。そしたら10連でずっと引き続けた時に、99で止まるっしょ。で、最後の1回は単発ってわけよ。オルペ。出始めたね、なんか。ツイステ君も、温まってきた。26。これが27回目かな。てか、あれオクタビネル今初じゃん。なんかオクタビネルが遠い気がする。オルク。めちゃめちゃ来始めたな。28、29。これで29。よし。願望ね。願望じゃあもう出てて欲しかった。29回引いてルーク結構出ましたね。行きましょうか。じゃあ10連。ここからは10連よ。羽1枚。羽1枚。おい、大丈夫か？ルーク。なんかルーク早いな。もう75か。ベース。ガチャガチャ行きましょう。ガチャガチャ。もう。鍵束持ってるから今。開けまくるよ。オルト。誰だい？バラを赤く塗ったのは。お前まさかの。な、ちょっと嬉しいな。リドルくん。うっせするやじゃん。マジで。初めてさ、上限上がったわ。嬉しい。なんかバシバシ、やってたから。棺に気づかなかった。嬉しいな。ちょ、スクショ撮ります。スクショ撮れないわ、今。まあいいや、行きます。おい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 、羽が1枚でも出るじゃねえかよ。ルーク80。ジェイド。ジェイド、フロイド連れてきてくれ。シルバー。おお。今だとこれさ、バシッと押すのさ、ちょっと危ないね。レアじゃない限り、ちょっと見よう。これは？俺や。ちょ、見るか。ドラコニアだ。折り返しっすね。まだ折り返しか。さいや、もう折り返したのか、逆に。この調子でいけば、ルークは、まあ、完璧しそうですかね。ちょっと SSL が出たの、あ、もう知ってたわ。もう知ってた。これは？ここからは香水を集める作業になってしまうのか？あ、ずるい。ジュース。ちょ、リドルク嬉しいな。めちゃくちゃさ、強くてさ、試験でもずっと、どんな属性でも入ってたから、単純にレベルが上がるってことは戦力がね、評価されるってことですよ。おお、なんかレアが多いな。言って。よう来るな、ルーク。3ルークでした。今回は。行きましょう。なんかたまには100連以外の時にさ、来てほしくない？グリム。100連の時しか来ないんだろうけど。ケイト！ガチャ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 行くぞ、ケイト！これは？ジューク。ジェイド！なフロイドがいないぞ。なんかレアのフロイドすら見てない気がする。見た？寝起きで。あんま見れてない、ちゃんと。今回は2ループでした。69！
ってことはもう70連ぐらい引いたってことか。あと、30連。石はありますね。行きましょう。100連でさ、出ないとかある？欲しいよ、俺は。途中で。シルバー。ケイト。お！フロイドのレア。フロイドのレア。レアで喜んでしまった、今。フロイドが近づいてきたか？フロイドの香り。来たね。フロイド。今、79、80連、もう100連じゃん、すぐ。行きましょう。そろそろ出てほしい。フロイドの香り来るの遅いな。これはエスレア。セベック。来いよ来いよ。ミドルくん。ルーク。ラレア。ルーク。なんかエスレアのさ、演出が出た時さ、マジで一瞬来たかと思ったのにな。あれがピークだったな。サンルークでした。おい、89連。なんと早い、100連。では、行きましょうか。最後の10連かな、これで。で、最後10連して、ガチャッと。あ、これ単発、優勝の石でもいいね。なんかお得に引けるから。単発で100連目を引くと。もう、出る気がしない、これ。出ねえだろ、これ。ここまではひたすらなんか、献上、貢ぎ物みたいな。ひたすらツイステに捧げるだけの石みたいなさ。ようやく、SS レアに挑戦することができるみたいなさ。早かった、今回も。出なかったね。来たよ、これ。99、SS レア確定。ガチャ、行きましょう。最後の定期割合見るよ。これね、60% なんで、フロイド。ビーンズカモ。これめちゃめちゃ強いらしいからな。ただなんかバランスで、HP 継続回復。こんなやついないぜ。しかもイラストがいい。これ。これやばくないですか？このグルービーの。これ欲しいんですよ。過去3回、イベントガチャ引いてきて、100連まで回して、ここで絶対出るだろうって言って、これ出なかった男。100回 ?3 回 ?2 回 ?3 回 ?2 回だわ。これ3度目の、3度目の正直、行きましょう。頼む！グリム連れてこい！いざ導かん！闇の力を秘めし者を！気合が入っております、鏡を！ガチャッと！はい！これは？俺をやる気にさせてくれるやつ、いねえの？ザコには興味ねえんだよ。やった！出たー！フロイド！めっちゃいいじゃん、これ。双剣でしょうか、この豆は。大画面で見るフロイド。やべえ、嬉しい。フロイド。フロイド。
どうせなら怪物チームが良かったな。農民チームをギュッて締めて捕まえるの楽しそうじゃん。殺してくれ俺よ。やった、やべ、嬉しい。まあ、100年引いてしまいましたが、なんとか無事に、セースレアのフロイドを引くことができました。ピックアップ今までねスルーし続けてきた男ですが、なんか豆で引くことができましたね。嬉しい。ちょっと見に行こうか。イベントフィルターがオンになってたからびっくりしちゃった。これバグったんかと思った。消えたかと思ったわ。はい、SS レア、ビーンズカモフロイドですね。ちょっと育てる。ちょっとあげよう。いやでもさ、これさ、授業で育てたいみたいなのもあるよな。それか、なんか義務みたいな。うん。SS レア、推しの SS レアは義務だぞみたいな感じで、速攻で80にする人もいるよね。テンション上がる。ねえ、もっと？もっと上げたくなっちゃうな、これ。最高級のやつ上げよう。小エビちゃんと一緒にいると面白いことばっかで飽きないな。これからもいっぱい楽しいことしようね。しようね。いい声を聞きました。はい、ということで今回は期間限定召喚ハッピービーンズでフロイド&ルークを100連させていただきまして、なんとか無事にフロイド引くことができました。やったー、嬉しい。いやー、石なくなっちゃったね。なくなっちゃったけどいいや、もうまた貯めましょう。いや、よかった。嬉しいです。またね、育てていって、まあ、イベントのストーリーも動画にしようと思うんですが、パーソナルストーリーもね、見ていきたいと思いますので、楽しみでございます。では、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。